今日は前回の最後の方の動画でちらっと映っていたこの東武200系に乗り込みます。もう発車しちゃうので早いとこ乗り込みましょう。今回乗る車両は特急羊毛浅草行き。今回は北千住まで乗り込みます。毎度のことながら特定されそうな乗車区間ですね。車内の第一印象はクラシックダナーです。1990年12月に製造された形式なだけあります。なんとなく JR の373系や651系を思い出します。指定席になっています。春の18時っていうともうほぼ真っ暗ですが、窓側を購入しておきました。特急料金は100キロ以上乗るのに840円。距離の割にかなり安くなっていますが、これは格安の特急料金で特急に乗れちゃう午後割、夜割の対象列車だからです。普通に乗ると特急券1050円です。それでも結構安いですけどね。なお赤城から北千住までの運賃は1220円です。席、ここで合ってそうですね。なお気づきにくいかもですが、今上信電鉄の線路と並んでいます。赤城から相生の手前まで並走していますよ。ダイヤのシビアさがゆえ、今回はすれ違うことはできなさそうですが、それでも、赤城駅で並ぶことはしばしばあります。前回の動画の最後の方でもさりげなく並んでいましたからね。いやー、しかし桜が綺麗ですね。そうですよ、取りダメですよ。多忙だからとはいえ、取りダメをためすぎて何かとややこしいことになってるんです。今見えているのが上毛電気鉄道の桐生球場前駅です。東武の車両は一切止まらず、颯爽と通過していきます。あ、ここで上信電鉄とはお別れします。多言語アナウンスが流れる中で車内紹介。1号車、3号車、6号車には自販機、ゴミ箱、トイレと降車口が、2号車と5号車には降車口が、4号車には、があります。4号車がおかしい？そうなんです。4号車には降車口がなく、客車しかありません。降りるときは、3号車か5号車の出入り口を利用する必要があります。こんなめんどくさい構造になっている理由は、定員確保のためです。200系座席はシートピッチが985ミリになっており、先代の急行車両として運行されていた960ミリの1800系に比べ、25ミリ広いです。そのため、普通に詰め込むと座席数が1800系より少なくなってしまいます。そこでこの4号車をレイドアにすることで座席数を確保するに至ったというわけです。E4 系に見られたように、昔は大量輸送をメインとした時代でしたからね。いくら大量輸送とは言っても、さすがに中間車全部ドアなし車両にするという鬼畜行為には出ませんでした。なお次世代車両であるリバティは、座席数よりも快適性や運用のしやすさに重きを置いているといった印象。フリー Wi-Fi やコンセントなど、現代らしいサービスがあります。200系にも後付けでフリー Wi-Fi が導入されましたが、
とにかく、あとは、平血分割をうまくやりくりして3両や6両で運行することもできるんです。あと、新車なので走行機器も最新技術が取り入れられています。具体的には、BMSM と VVVF のコンビ、より省エネになったそうです。そういうわけで、老朽化が進む羊毛号は、リバティ羊毛号にじわじわ置き換えが進んでいます。この雰囲気を堪能するなら、今です。赤城に行くリバティも、それはそれで哀れな気がしますけどね。座席が取り替えられたと事前に知らなくても、テーブルのサイズからちょっと察せます。どういうことかっていうと、感覚的な大きさが257とほぼ同じなんです。需要的に、この時代の車両はそこまでテーブルが広くなかったので、座席が変わったんだなぁ。ってわかります。そうでなくともピカピカさでもわかりますが、さて、前任の座席には背面テーブルがありませんでした。じゃあ何があったかというと、この折りたたみ式のちっちゃなテーブルです。YouTuber に優しくない反射の仕方をするこのテーブル。細長いのがわかります。さっき置いたスマートフォンと比べると、その縦の短さがわかります。小ぶりの弁当くらいなら置けそうですが、ノーパソは無理がありそうです。思ったんですがこれ同時に。ちょっと角度を変えればどうにかなるでしょうか？貪欲だと何も残らなくなるので気をつけましょう。あ、テーブルを折りたたむときはここを押し込めば戻ります。初見だと少しだけ戸惑うかもしれません。さて、新気流に到着。赤城から浅草までの115キロの道のりのうち、まだ5キロ程度です。ここまでは実質確定。ここから通過駅が現れ始めます。ただまだそこまでは飛ばしません。引き続き座席紹介。リクライニングの座席はこれが限界です。角度は普通くらいですね。にしても、これを見ると JR 系の座席ってかなり倒れるもんなんだってわかります。椅子もうなずきましたね。でも危険な椅子の戻し方なのでやめましょう。中央の肘掛けもあります。ここにコンセントはありません。座席はまあまあ沈みます。長時間乗車でも苦痛は感じません。東急車両制。よく見ると平成3年って書いてあります。西暦だと1991年ですね。ちなみに西武のニューレッドアローよりも前です。おっと、もう藪塚に到着しますね。藪塚に止まると3駅止まったことになりますが、ここまでの通過駅数は1駅です。次の停車駅の太田まででも2駅通過に留まります。でも正直特急の末端区間ってそういう傾向にあるので、まあまあって気はします。さて、解説して喉が渇いたので車内の自販機で何か。ちょうどリバティ羊毛号とすれ違いました。おそらく25号。今後はこれが羊毛号の顔になっていくことでしょう。ここは公衆電話のあった場所。そういやこの200系の公衆電話って壁掛け式だったそうです。今となってはもう何も残ってませんが。座席に戻ってきました。足は伸ばせません。でもこれは昔の車両なら仕方ないこと。座席交換と同時に暖房器具まで小型化するのは、やはり厳しかったのでしょうか。そういえば似た車両に東武250系という車両がいます。その正体は IGBT-VVVF 化され、BMSM まで乗った200系です。重厚感のある見た目をしておきながら、音が全く違うという面白い編成です。なお1編成しかいないので、狙って乗るのはだいぶ難しいです。でもぶっちゃけ、2021年時点でも VVVF 積んでない200系の方が、鉄道全般で見たらレアな気がします。さて、列車は館林を出発。ここで群馬県とはお別れです。なお右上のこれを読んでいた人は分かったかもしれませんが、東武桐生線の終点である太田から東武伊勢崎線に入っています。そこからは浅草までずっと東武伊勢崎線です。それにしても本当に長大路線ですよね。ご利用いただきましてありがとうございます。全車両座席指定となっております。なお指定の座席以外にお座りのお客様には座席の確認をさせていただきます。途中止まる駅は
羽生、加須、久喜、東武動物公園、北千住、東京スカイツリーです。車内のご案内をいたします。川俣駅を通過した列車は利根川を渡っていよいよ埼玉県入りです。まもなく羽生に到着いたします。羽生を出ますと次は加須に停まります。 Ladies and gentlemen, we will soon have a brief stop at 羽生. The stop after 羽生 will be 加須。あら、だいぶお外が暗くなってる。次の駅は加須です。加須は加須です。ちゃんと加須って呼んであげてください。なお、ここまで1時間ほど乗りましたが、まだまだ本領発揮はしてません。ここまでも数分から、長くても十数分おきに止まっています。この列車が本気を出すのは東武動物公園を出てからです。東武動物公園といえば、なんか東武動物公園駅特急駅に関して意味深な案内がされていますね。ネタバラシすると、これらに駅では開かないドアがあるということです。5つある降車口のうち3つが使えなくなります。詳しくは着いたら。さて、加須を出て次の駅は久喜です。ご存知、宇都宮線との乗り換え駅です。宇都宮や日光に行く東武線は栗橋駅、東武日光線の方です。私たちが乗っているのは東武伊勢崎線です。だいぶ飛ばすようになってきました。なお200系の最高時速は110キロです。と考えると結構なスピードです。群馬県内のゆったりとした走りとはまるで異なる性格ですね。窓の外はこんな感じで、そこそこ飛ばしていることがわかります。ドアの案内がされましたね。ちょっと見に行ってみましょうか。今3号車にいるのですが、本当に開きませんでした。なんでこんな不便なことになっているかというと、ちゃんと検察をするためです。上りの場合も下りの場合もすでに検察が終わっているため、これら2駅で少ない窓口で検察をすることで極力手間を減らそうということです。さて、次の駅もまたドアが2箇所になる東武動物公園駅です。ご乗車ありがとうございました。まもなく東武動物公園に到着いたします。日光線をご利用のお客様はお乗り換えです。東武動物公園では2号車の前のドアと5号車の後ろのドアが開きます。お降りのお客様は2号車の前と5号車の後ろの出口をご利用ください。東武動物公園を出ますと次は北千住に停まります。あ、次北千住ですか。降りたくないですね。列車は東武動物公園から北千住までの 33.9 キロ、25分ノンストップです。車庫を後にして列車は北千住、浅草までかけていきます。あ、思い出しました。この特急、東京スカイツリーから浅草まで乗る場合は運賃だけで乗れます。客は無理です。浅草から東京スカイツリーで乗る場合は520円の追加料金が必要です。2012年10月からは条件付きでの実施でしたが、2014年4月から1年中乗れるようになりました。人生は楽しんだもん勝ちなので、機会があれば3分だけの乗車でも楽しみましょう。疑心暗鬼にならないでバンバン利用しましょう。さて、現在時刻6時半。もうすでにだいぶ暗いです。ですが、こういった街中の明かりが少しずつ増えていくのを見ると、いよいよ都会にやってきたのだという気持ちになります。本日は特急4号40号をご利用いただきまして、ありがとうございました。まもなく北千住に到着いたします。地下鉄日比谷線、千代田線、JR 常磐線、つくばエクスプレス線と、車椅子用座席もあります。ちなみにこれも他の普通のと同じように座席が交換されています。
ドアチャイムは奏でず北千住到着。三色 LED ですら減りつつある今でもなお幕が用いられています。このフォントもデザインも本当に好きなんですが、なんかわかりますか？ドアが閉まります。ご注意ください。本日は羊毛200系に乗ってきたという動画でした。じわりじわりと後継のリバティに置き換えられている上、すでに200系でも一部廃車になっている編成がいるので、消えないうちに、ちゃんと乗っておくことをお勧めします。では、本日のご視聴ありがとうございました。Thank you.